福岡市立名北小学校は、福岡県福岡市西区名の浜2丁目にある公立小学校。通称、名北使用。2019年5月1日現在福岡市の名の浜、小戸地区は歴史ある閑静な港町、炭工町であったが、地下鉄の開業による名の浜駅のターミナル化に伴う周辺土地開発及び港湾地区再開発のため1990年までに大規模な海岸の埋め立てが行われ、西福岡マリナタウンとして巨大な住宅地、商業地が出現し、当該地の人口及び名の浜駅近辺の人口が爆発的に増えたことで既存学校の児童が増加していった。西福岡マリナタウン地区には1996年に愛宕浜小学校が名の浜小学校から分離する形で開校したものの、その後も児童数は増え続け、2003年には名の浜小学校は35学級、内浜小学校は34学級となり、児童の一部がプレハブ校舎で授業を受ける状態になっていたため、名の浜小学校、内浜小学校を分離する形での新設校として設立されることとなった。名北小学校の校舎は2006年4月に西福岡マリナタウン地区に移転した福岡市立名の浜中学校の跡地に既存の中学校校舎を再整備して作られた。再利用に伴い、グラウンド、プールを改造し、耐震補強やエレベーターの設置によるバリアフリー対策を行い児童集会やランチルームなど様々な活用が可能な多目的室も設置した。そのような設立経緯であるため、分離元の名の浜小学校とは間に山を挟むものの、直線距離で200メートルほどしか離れていない。ありがとうございます。